こんにちは、速稼塾の久保です。この度は Zoom の方ね、出ていただきましてありがとうございます。予定日はちょうど今日ですね、早いですね、あっという間ですね。で、最後の、連絡先なんですけども、こういうふうにね、指し示していただければいいんですけども、やっぱり何かセールスなりね、ビジネスをするんだったら連絡先って絶対必要だと思うんですよ。メールアドレスとか QR コードとか YouTube のチャンネル名とか、こういうふうに書いて LINE ID とかでもいいですからね、こちらにご連絡くださいってされるといいんじゃないかなと思います。で、 Zoom ですけども30分ぐらい前からもう入れるようになってますので、 URL をクリックしていただいて、遅くてもね、5分ぐらい前に入っていただければ、私もそのぐらいの時間には入れるようにしておきますので、よろしくお願いします。そしてライブ中にですね、どなたもいらっしゃらないことも考えられます。今のところね、そういうことはなかったんですけども、それはですね、私もそうなんですけども、どんな人が出るかってことが分からなければ、やっぱり多くの方は出ていらっしゃらないんですよ。ですので、ここはですね、対談相手の、何々さんって方がいらっしゃるんですけどね、今回は松本さんですけど、松本さんがどのぐらいそれまで露出してたかとか、ご自身で今度 Zoom ライブやるからおいでよっていうふうに声をかけられたかってことがポイントになるんですよね。一つずつそういうところも進めていきましょう。どなたもいらっしゃらなくても、これすぐにね、 YouTube 化しますので、そうするとすぐ100人ぐらいはね、ご覧になると思います。で、視聴者さんはどのような層になるのでしょうかってことですけども、私のアカウントに集まった方なんで、だいたい40代50代の男女で、男女比率は6割が女性です。基本的には私と同じように、これからネットビジネスを売り上げたいという方でよろしいでしょうか。その通りですね。やっぱりどなたもね、お金の問題解決をしたいと思っている方なんで、どんなお金の問題解決したいかっていう問題は、種類は分かれますけども、ただね、松本さんみたいに、本業の延長で副業っていう形もあり得るんじゃないかなと思います。ぜひね、そのあたりを自分のライフスタイルに最適な副業をこうやって作りましたよっていうお話をされればいいんじゃないですかね。電話番号もあれですよ、ホームページ、よろしいですかね。で、あとプレゼントなんですけども、30分の電話相談などでもいいと思いますよ。どんな相談ができるのかってことをお話しすればいいんじゃないかなと思います。で、プレゼントはね、本当にね、何でもいいんですよ。これをあげますとか、あれをあげますとかね、私の書いた本を差し上げますっていう方もいらっしゃいましたし、家に今余っているこういったマスクのセットとかあげますとかでもいいですしね、特にプレゼントなければないでも構いませんゲストとしてインパクトをつけたかったり、プレゼントを提示することによって、とりあえずお問い合わせとかね、連絡はいただけるじゃないですか。やっぱり Zoom 出てもらったのに何も連絡がないってなるとね、ちょっと寂しいかなと思いますんで、連絡がないこともあると思うんですけども、少しでもね、きっかけを視聴者さんと作るためにと思いました。で、視聴者の層にもよるかと思いましたのでってありますよね。はい、そうですね。それはね、当たるも発見でございます。今までの私の Zoom とか、私の毎日の配信を見ていれば、どういうふうな受け答えが受けるかっていうのは大体分かるようになってると思います。私もね、視聴者さん1万4000人いるんですけども、同じような人で1万4000人できてますからね。私の話す内容とかやってることに共感する方ですから、だから大体同じような感じなんですよ。例えば私がゲームの悩み解決とかしないですしねグルメとかもやんないですしね、そんな感じですね。なんかいつもこうやって私のこの部屋からね、どんなことを語っているかってことが、それの全てのヒントになります。それが視聴者さんの属性になりますんでね、その辺捉えていただければよろしいんじゃないかなと思います。それではよろしくお願いします。